はい、取りました。先ほどの勉強会でね、特殊分解の勉強してたときに、うん。その講師が面白いことやったんやけど、特殊分解って何かって言ったら、まあ、画像があったときにですね、で、それを、まあ、これは理屈は、まあ、言うのをしましょう。特一注文があって、特一の大きさに順番に並べると、特一の低い部分、低いっていうか、特一の大きさの順番に並べるわけですよ。な、最初の数個ぐらい取ったら、それだけで十分その絵が表せるというようなものがあるわけですよ。で、たくさん取れば取るほど、絵がきれいになっていくと。まあ、そういう仕組みがあるんだけど、ここで、ある絵がね、人工知能が作った絵であるということを、示すために、まあ、ウォーターマークというの、透かしですね、電子透かしの入れ方という話をしはったわけ。それは何かというと、特一の、ね、非常に先の方で、本当に重要じゃないところにちょろっと、ね、入れとくんだって、なんか模様を。そうするとね、人間が目で見ても分かんないんですよね。だけど、その絵を特殊分解すると、先の方にポコッとね、一つだけあって、そこだけ取り出してみると、そのウォーターマークがボンと浮き出て見えると。というそれやり方。はあれですよね、人工知能が作ったかどうかっていうよりかは、著作権ですね、権利がある人がこうちゃんと透かし入れとくというためによく使われているような気がしますけど何ね。月何日に誰々が作った画像ですっていう情報をそこに埋め込んどけええ。ば、勝手にコピーされたときに、いや、これ俺のじゃないかって主張できるっていうことですね。人工知能が生成した絵画にも当然入れといた方がいいでしょうダリね。作とかね、入れときゃいいんでいや、すほんよね。で今問題になってるのはね、絵もそうだけど、GPT、チャット GPT みたいなものが作った文章が、これがね、AI の作ったものは、端っこみたいなことを言ってるところがあるじゃないですか。例えば Google みたいなところが、あるいはブログが、チャットが、GPT で作ったようなブログがダメだとかね。でもね、よくわかんないのは、どうしてその文章が人間が作ったか人工知能が作ったかわかるかということで、まあ、これいろいろね、議論してみると、その文章を見て、ちょっと目見ただけではわからないようなものを入れておくと。例えば、句読点が丸と点の場合と、カンマとピリオドがありますよね。で、これは本当は一貫してやらんといかんねんけど、時々間違えてですね、カンマのところを、なんかね、他のもので入れると。で、人が見たら、ああ、これ間違いかな、みたいなね、思うかもしれんが、じゃあ、あんまり気がつかないというような、あるいはこのスペースね、で、スペースをね、わずかずらすと、まあ、半角の、スペースを入れるってことですよね、あえて。で、見たところ、まあ、何かおかしいなとは思うかもしれんが、まさかこれがね、透かしとは普通は思わないわけで。で、そこにね、なんか規則性を、AI がなんか規則性を入れて、半角の、空白を入れていくというふうなことをすれば、後で見たときに、まあ、これはね、見て、それは筆記されちゃダメですよね。そうじゃなくて、そのままコピーしたら分かるという仕組みがあるのかなと。だけど必要ですよ。この我々特にね、授業でレポートとかありますよね。あれ学生がそういう人工知能が生成したやつを出してくるととっても困りますね。で、基本的にレポートの課題っていうのがね、GPT-3 が得意そうなやつばっかりなんですね。何とかについて書けみたいな。で、どっかからこの検索して出てくるんやったらね、すぐにわかりますけども、GPT-3 生成したっていうんだったら、そっか。チャット GPT が生成したっていうんじゃ、ちょっとね、わからないですよね。でだすからそね。ういう、ね、わからん、この目印入れといてもらって、で、私もわからなくてもいいんですよ。ただ、この文章をオープン AI に聞いたら、GPT が生成したものですって、答えてくれたらいいんですね。疑い90%とか。
いや、だからその内緒でちょっとウォーターマーク入れておいてもらって、ちなゃるんとほど問い合わせしたときな。に答えてくれると、認証してくれるという仕組みがあれば嬉しいですね。いやー、テキストもともと情報量が少ないですからね、小細工しづらいんじゃないかなと思います。だって、もうバイナリーでコードがもろに読めちゃいますから。例えば、どこどこへ行きましたって、ひらがなのへをカタカナのへに変えておいてあって、そんなにバレないんですけどね、見た目は。でも、横棒もありますよね。ああ、ダッ伸シュばす横か、マイ棒をナス漢字の位か。置にした。こうすごい横棒ってたくさんありますよね。ああ、れ横棒をたくなさんあんる。かちょっとちょこっと変えるととかね。方法はあると思いますよ、結構。ただ、結局、バレたときにすぐ、振りができちゃうとか、偽物作れちゃうんで、バレないようにやらないと、あれで、画像のウォーターマークって結構撮るの大変で、ちょっと拡大縮小した、回転したぐらいじゃ撮れないんですよね、あれ。そういうふうにできてて。しかも、除去しようとしてもなかなか難しいっていうのがあるので、ある程度長い文章でいいと思いますよ。400字ぐらいあって、400字の中に詰め込むの難しいかな。そうか。で、いや、今おっしゃったことに意味が分かった。つまり画像ってね、ものすごい高次元なわけですよね。で、各ドットドットが何百万とあるわけね。ところが文章っていうのは何百万字もないわけね。で、1文字が1ドットに相当するわけよね。だから、絵データ極めて小さな絵になってるのね。文章。バイト数が少ないんで、あんまり小細工しづらい。絵は結構ロバストで、相当外すの大変なんですね。だから、ウォーターマークが書いてあるもののウォーターマークを消すっていうのが、すごく難しいんですよね。でも、字の方はなんか、法則性バレちゃうと、ウォーターマークかかってるものを除去するソフトなんてすぐ出回ったら終わりなんで。いや、法則性だからバレないようにしないとしょうがないですよね。ですね。いや、向こうがやるんやったら、それこそね、暗号と同じで毎日帰ればいいわけよね。だけど、レポートやったらいつのやつを 使ったらいいんかが、わからないですよね。わかるんかな。いや、それ向こうは、向こうって、向こうはわかるんやね。オープンエアがわかるよ。まあ、ちょっと難しいですね、テキストでやるのはね。だけど、そういう研究は出てきそうな気しますよ。もう出てるかもしれない。いたちごっこやね。いや、それはだけど今後必要ですよ。そういうの。いや、だから今後はもっとですよ、きっと。このビデオだって、本物かどうかを ちゃんと判定しないといけない。フェイクビデオね。そうそう、松尾先生が喋ってるビデオあるって言ったって、これ本物なのか生成なのかというのがわからないっていうのはあると思いますけどね。実際ね、僕みたいなそんな影響力ないけど、政治家が、のフェイクの作られたら困りますよね。なんか、最近、ゼレンスキー大統領の演ああ、説。そうそうそう。そうですね。いや、なんかたくさん出てますよ。ビデオが。本人が喋ってるビデオが。だけど、フェイクらしい、フェイクなやつですね。うわ、合成して作っちゃったってことですか。すごいな。そういうことされると困るよね。どうまとめたらいいんでしょう。いや、今後はなかなかいみんたなちでごっちょっことだ問題を考えていきましょうということで、いいですかね。ね。